2番猪子まみが3番手。勝負がけとなった昨日は要所で後方となってしまって、今回一般戦回り、赤番はすでに過ぎています。7番岩崎由美子4番手。このバンクにおいては今回が初めての決勝入りを逃す形。4番浜野咲がその後ろにつけて、最後方からじわりと動いている6番黒河内由美、4番手に来て残り1周半となりました。先頭5番流れ、2番手1番浦部、3番手2番猪子の体勢で外目から動いていく6番黒河内由美、先頭に立ってホームストレッチ、流れが飛びついてその外から7番岩崎美子が勢いよく発進していきます。4番浜野咲が若干離れてしまって後方へ、さあ先頭7番岩崎由美子、動いた形で6番の黒河内が2番手に入って、5番の流れがその後3番手、あと1番浦部香織が追走を続けて4番手付近だ。最終バックを通過して猪子まみがその後、さあ逃げる7番岩崎、おっと両者接触、6番の黒河内と5番の流れ落車しています。先頭7番の岩崎由美子、追いかけてきた1番の浦部香織が捕まえるか、岩崎浦部並んで降臨、3着2番の猪子まみ。